倉に代わって代打川島慶三です。まあ、決して簡単なワンパンではなかったですね。はい、当ててライトへ上がった打球、浅く回って代打向こう向き、抜かれた。二塁ランナーもちろん帰ってきます。ホームイン逆転、ソフトバンクホークス川島の一打。最後は右を天に高く右手を突き上げました。川島逆転タイムリー。涌井の躍進をまた超えてなくなりました。お預け4対3、ツーアウトランナーなしからの逆転劇になりました。ソフトバンク、あの増田のフォアボールから、やはり低めに投げ切れませんでしたよね。だからそういうところはフォークボールでしょうね。だからその前のファウルよりもやっぱりもう一つ高いですから、まあそういうところが、まあもちろんコントロールミスですけども、あの初球のワイルドピッチっていうのがやはり意識があったんでしょうね。やっぱり投げ切れなかったところでしょうね。はい。